コロンのイスラム文化センター本項目では、パナマのイスラム教について記述する。2009年にピュー研究所が行った報告によると、総人口の0.7%に当たる2万4000人がムスリムという。1997年現在、国内にはモスクが4つある。パナマ発のムスリムは、スペイン人が1552年に、近郊で働かせるため持ち込んだ。 マンディン家族出身のアフリカ系奴隷であった。マンディン家族はムスリムであり、その輸入はスペイン法で禁じられていたものの、強行されるに至った。パナマの大西洋岸に到着した約500もの集団がナンパ船から逃れたのである。その後、バヤノという一人の男性を退職民者闘争の指導者に選び出し、協議会を形成。現在では、 ダリエン県として知られる地域やサンミゲル湾、サンブラス諸島のほか、バヤノにちなんで名付けられたバヤノ川沿いの地域にモスクを建立したのはこの時代のことであった。バヤノはパナマの植民地当局との休戦協定にこぎつけたものの、ペドロデウルスア司令官により逮捕され、ペルーへの移送を経てスペインで隠しすることとなる。バヤノの死後、国内における 同時代のイスラム教の痕跡は、後形もなく破却されたため、国内に残ったムスリムに、何が起こったのかといった記録は存在しない。ムスリムが次に流入したのはパナマが独立した、翌年の1904年から1913年に、かけてであり、インドは大陸やレバノン出身の移民であった。独身男性が大勢を占め、現地の女性と結婚していく。1930年に、 アフマディーヤがモスクを初めて混流この間1929年には、インドムンバイ出身の集団がスンナ派、インドパキスタンイスラム教会を結成するに至った。同教会は、結成時から1948年にかけて、パナマ市におけるモスク混流を先導することとなる。モスクでは、ラマダーンの終了を祝うイドアルイコールフィトルの儀式や、西インド諸島人の血を引く。 約25名の黒人からなる新たなムスリム向けの講座が行われた。コロンにもイスラム教を実践する集団がもう一つある。ジャマイカ人、バシール・アウストンが率いるもので、第6通りや大通りにサラート用の場所を沈借。パナマ市におけるインド・パキスタン系ムスリムは家族が初めて入国した1951年まで家族構造を持たなかった。 1963年には、地元の共同墓地の一区画を、1991年、アライアン地区の土地をそれぞれ購入、校舎は現在ムスリム墓地としてのみ用いられている。ネーション・オブ・イスラムの影響を受けた一部聖域の、パナマ人は1970年代半ば、アブドゥルワ・ハーブ・ジョンソンやスレイマン・ジョンソンの下、パナマ市やコロンにて、イスラム教の布教を開始。 アブドゥルハベアー・ムハンマドと打ち合った後は、正当スンナ派を学び始めたのである。1977年頃のアラブ系商人から資金を得て、市内の第7通りや中央大通りに用地を購入。しかし、知識や支援が乏しかったため、次第に水備を余儀なくされる。インドパキスタン系ムスリムは1965年から、パナマ市中央大通りのヒンドースタンバザールの一室で、 小規模の競技計画が始まる1973年まで、指定への自宅学習を実施。1978年には、パナマ市、ペレール地区の土地を曲がりし、1982年1月15日に、コロンイスラム文化センターが完成するまで、礼拝や集会が行われてゆく。同センターはリビアに本部がある、イスラム指名協会や、 インド出身の地元の商人にであるサロモンビフとの共同により完成。発足以来、新たなムスリムやイスラム教に興味があるものを対象として、アブドゥルハベアムハンマドや不在時には、ハムサビヤードが晩夜日曜日に講義を行う。ありがとうございます。